衣装でもあんなピンクは初だったかもしれん。そう、前髪は耐え抜きました。エルサントさん、ツノさん、バラちゃん、ゆうちゃん、ありがとうございます。マフラータオル完売で買えませんでした。なんかめっちゃみんな言ってるよね。在庫何個あったんだよ。在庫何個あったんだよって感じなんですけど。あ、なんか、あ、これガチャガチャのやつか、もらったんですよね。ガチャガチャのやつか、これもらった。これブス。これブス。なんでこんな写真、もっと他にいいのあったでしょ。絶対なんか次の顔に変える時の中途半端な笑った顔。ちっちゃいでいいけどさ。どうす。ね、あのマフラータオルいいと思ったけど、今日めっちゃ楽しかったって。よかったです。グッズ完売、あ、早かった、そうだった。こういうグッズにする顔は自分で選びたいところはある、ちょっと。そう、まあなんか自分だから気になるっていうのも多分あると思うんですけど。スタッフさん詰めだけ。でも誰がこういうね、こういうグッズね、誰がねやってるか知らないから、ここで言う、これブス。これブチャイクですね、ちょっと。まあ世の中にも一人ぐらいはこれは可愛いと思う人もいるだろうから、まあいいや。あとこれなんかもらいました、ファンの方のやつかな。なんなんやろ、コースター、なんなんやこれ、コースターではないか、なんかもらった。なにこれ、これはなに、あー、これあれか、キセイさんみんな持ってたやつか、これガチャガチャのやつか。これとこれはなんかあの多分ガチャガチャの景品です。そう、これがガチャガチャのやつ。え、うん、んこれもか、ちょっと分からんけど、なんかもらった、ガチャガチャのやつだけね、なんかもらった。見送りで先に映画をもらえて湧いたって、それは良かったです。あ、そう、なんかスタンプラにつけちゃったやつらしい、これはファンの皆さんからですって渡された。最前列でサラピ見てよって、陽気です。シマンチさん、東京特急許可局局長さん、カエルサンチさん、めっちゃ可愛い人、ありがとうございます。ね、バッチだ、あ、バッチだけが、そうだよ。
タネ醤油よかった。ありがとうございます。そう、今日はね3周年アニバーサリーライブがあったんですけど、ユニットは吉田の川俣で、吉田の川俣で三年少女をやらせてもらいまして、そう、さらまゆえさんのポジションだったので、セリフもあのセリフもありって感じでした。そう、もう全身ピンク全身ピンク衣装でした。そう、でもなんかね、もう装飾品がすごかった。なんかカチューシャに、なんかここのネックレスに、なんかここのふわふわのリボンに、なんか手につけるやつに、手袋に、であのなんか太ももになんかつけるやつ、ね、ピンクは新鮮。ガラケー一応使ったことあるよ、幼き頃に。一応ね、みつるんさん、めっちゃ可愛いギフト、ありがとうございます。マイキさん、吉田さん、ゆきあきたさん、ギフトありがとうございます。そう、あとは懐かしの48グループのあれもやりました。ごめんねサマーとか12秒とかもやれて、あの辺の曲はねツアーでやったけど、あの昇格の日にはやらなかった曲なので、ツアーぶりにやれまして楽しかったですね。今日も素敵でした、ありがとう。あら、 TK さん、ありがとう、ありがくまたわー、ありがとう。そう、昨日はね埼玉でフェスがあったんですけど、昇格ツアーを思い出すブロックと、その前、最後と最後に、あ、違う、最初と最後に、リセットと最後があれです、世界はどこまで、多分マイカ、ピンマイカのメンバーはやったことあったと思うんですけど、っていうのをねやりました。
オープニングの映像、オープニングの映像でもさあたちもそんな、なんかはっきりは見えてないので、ステージ袖からちょっと見えたからぐらいやけん、ちょっとあれは気になりますね。あれはちょいと気になります。TK さんありがとう。暗いな。ありがとう。そう、リセットはチャートリがね、だけがあれだったんですけど。ゆーちゃんかわいいギフト、おでます元気さん、バラスグルさんありがとうございます。充電器忘れた。とちゃんやじいまさんありがとうございます。シティを押し始まって心配になった。どういうこと？どういうこと？シティ押し？シティ押し2期生バージョン、まあ、シティ押し2期生バージョンっていうか、チーム B 押し2期生バージョン、チーム B 押し STU48 2期生バージョンをやったんですけど、なんか他のメンバーは結構キャッチフレーズの中から撮ったりしとって、何かしらね、そのなんか言うやつね、でなんかダンスの先生がこういろいろ、こういうこの子はこういうのやろっかみたいな、そのベリンコは犬だからみたいな言って、みんなで犬になって近づこうみたいな やってたんですよ。でそしたらなんか、じゃあサラはどうしますかみたいになって、みたいな私ないです、私特にないですって言ったら、工藤がうわっ、そしたらね、工藤がみんなでひざまずこうよって工藤が言ってくれて言ってくれてっていうか、そう、工藤がそう言ってくれて、ああなりました。ね、あそこのシーンをさ、カメコでちょっと引きで撮ってくれた人おらんのかなと思って、よりなんかそのサラのよりとかじゃなくて、引き
きで、引きで撮ってくれた人がいたらすごい面白い図になった気がするんですけどね。お茶です。まあね、カメコを撮ってくださった方はぜひ載せてください。ただまあまあまあ早く載せてくれるのも嬉しいですけど、厳選して載せてくれるのを待ってます。焦らずに。ハッシュタグカメコ STU で、もうまつげがカピカピ。でももうすでにね、いい写真いっぱいありました。でもなんかあの4周年じゃあ間違った5周年の時はグリーンアリーナは結構ステージが高いし、あの亀戸席が下からやし、ちょっと結構あの端というかちょい端だったので、ちょっとあれだったんですけど、今回はこう上がっていっとるタイプの席で、ちょっと上が亀戸席やったけん、なんかやっぱクリスマスコンサートの時もそうやったけど、ちょっと上からの方がいいなって思った。やっぱ下から撮られすぎるよりちょっと上からが良い。そうそう、ちょっと上とか正面とかなんかその辺が陽気です。面白いこの STU 推しのやつが面白いですね。こうあれこうなっとるさらに対するリンコと工藤工藤とリンコのひざまずいとる。
こうサラがこうやってやっとるやつに対するアナ、ね、これはちょっと引きで撮っとる人がおったらぜひとも載せてほしいですね。やっぱユニットでね、あのユニットでカメ子があったらやっぱなんていうのこう少人数で取れるというかちゃんと取れるじゃないですか。いけいいなと思った。16人とかやったらなかなか取りにくいところも多分あるけんさ。そうまあ、独り言はね5周年の時もそうやけど、まあ取りにくいそうよね普通に構成的に。まあそんな感じよね。なんかさこのロゴこのレモンのロゴなんか見たことある気がすると思う。なんやっけ何の時やっけ。なんかこのレモンのこんな似たようなロゴなんかどっかで見た気がする。ちょっと忘れたけど。5周年もこれやった。なんかこのレモンにめっちゃ見覚えがある。最近のグッズであった5周年か。なんかこのその時もグッズかわいいってツイートした記憶があるって思ったけどどんなんやったか覚えてない。5周年かな。あ、これか。いや。普通にツイートしたやつだ。6月にツイートしてる新しいグッズかわいいってさ普通にツイートしたやつだ。なんかめっちゃ似とる。
5周年ではないか、5周年ではなかったよ。何分だ今30分。ふう、今日は何やっけ、これチキン南蛮のお弁当を食べました。夜は、昼はね武蔵のお弁当を食べたんですけど、武蔵のお弁当があれだった、なんかパッケージに、パッケージを変えてくださってて、しかもそれが文字まで変えてあったんですよ。アイドルみたいな、アイドルといえばみたいな、みんなが好きななんとかといえば、文字まで変えたのはその武蔵様がね、武蔵さんがこの文字まで変えたのは初らしい。みんな大好きアイドルは STU48 ってしてるんですよ。なんかここにこういうのが入ってるのは今までもあったんですよ。ここにねこういうのが入ってるのは今まであったんですけど、今までもあったんですけども、ここのここの文字を変えて、ここの文字を変えて作ってくれたのは初らしいです。すごいよね。びっくり。普通の人買えないんじゃない、多分分からん、メンバーというか差し入れというかそういうようなんかな。中身は一緒、中身はいつもと一緒のやつです。確かに一般で売ったらね、みんな買うのに、ね、会場のお弁当とかで売ったらいいのにね。かゆ、なんかかゆ、栃木のスーさん、井戸正元気さん、ありがとうございます。昨日今日とね踊りまして、来週は行ってた、来週はカラオケ大会とチャートリがねありますので実はその次の週はマワループがありますからね、よろしくお願いいたします。会場内で飲食、いや会場内では食べないで会場内では食べんけど、普通にさ会場に来た人がさ買って帰るお弁当としてね、あの武蔵のやつ売ったらいいのに。あ、やばい、足がしびれた。
もやっぱ公園のあれもいいけど、今日ぐらいの、あ、いた、ちょっと広々としたホール、ホールではないかな、まあああいうところがやっぱいいなと思いましたね。ね、クリスマスコンサートとかも楽しかったし、やっぱサラはね、あの上を見れる会場が好きなんですよ。下を見るところとか、なんて言うのかな、こうギュッとしたところも、まあそれはそれで一人ずつの顔が見えるしいいんですけど、あのホールというか、こう上にこうなっとる会場が結構こう上を見れる、上を見て踊る方が好きなんですよね。ペンライトもそっちの方が綺麗に見えるし、アイドルのライブって感じがするからいい。てか今日2階席に、2階席の端の方に白ペンライトの方がポツンっていて、でも絶対そこはファンの人じゃないなと思ったんですよ。ファンの人じゃないんかなみたいな、多分違うんだろうな。いやでもなんか結構なんか席 SS とか外れたから、もう天空から見ますねみたいな言ってる人も結構さ、のファンの人でいたから、おるんかな。でもそんな一人だけはぶられたように一人だけそんな上にポツンとおることあるって思いながらも、めっちゃ船折りでかわいそうにあんなところにやられてと思って、あのめっちゃ弓刺してめっちゃぐるぐるぐるってやったんですよあの船折りでね、めっちゃぐるぐるってやって、あんま反応ないけど、まああんな干され席にされてかわいそうにと思って、めっちゃぐるぐるって全力でレス送ったら、ツイッター見たら、あのカンプリ大手町店さんカンプリの人でしたまさかの、まさか好きでびっくりしたツイートされてましたカンプリさんがなんかあの2階端の方で、今日は吉田さんのペンライトで見させていただきましたっていうツイート見て、あれはカンプリの人にさ、めっちゃこうやってぐる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 ってやって、そう矢野さんつながりで私のペンライトに今日はしてくれたらしいんですけどっていうツイートを見て、でも逆に安心しました。サラのファンの人一人だけがそんな天空席にポツンといたわけじゃないっていうのが分かって安心しました。すんごいハブられ席に白がいるなってずっと思っとったよ。なんかサラからなんかサラたちから見たら、そんなあの1階というか、あのこうなった上の方の人たちは割と見えるけんさ、全然そんな2階席っていうか、なんかあの A 席かな、多分 A 席の人はそんな後ろに感じなかったんですよ。そう、あ、そんな感じてなかったけんさそんな天空席から見守ってるねって言われたら、めっちゃ上の方と思っとったけん見たら違いましたカンプリさんでした。面白い。そう、かぶられ席、そうだよ、ポツンとおったらね特に目立つからね。しかもかわいそうにと思って全力のレッスンを送ったんですけど、カンプリさんでした。まあそれはそれで良かったですね今日いっぱい映ってた。あ、本当。そうでもね、結構やっぱ今日みたいなホールみたいなところはみんなから見たら遠く感じるかもしれんけど、こっちから見たら結構
なんて言うの、いつも持ってきとるうちわがある人とかはとか、照明によっては上の方でも誰がどこにいるっていうのは結構はっきり見えたので、まあお見送りもあったしね。良き公演になったんじゃないかなと思います。それでは今日はそろそろランキング読もうかな。なんか今日は結構仕事とかなんか何かと理由があってあの見に行けないんだって言ってる人がなんか結構多いなっていうイメージが印象があったんですよ。サラはそう、そういう印象があって、でもそう思ったよりもでも結構しろしろのペンライト見つけれてよかったです。あの顔、あ、朝ツイートしたやつ、あれはね今日のために用意した画像ではなくて、あのユニバの写真でしょ、こういう冷たい目になりますよってやつは、あれはなんか吉野川端でユニバ行った時にめっちゃ写真撮りよ、あのねあそこの席でその写真撮りよったら奥の方にいた、まあ、同い年くらいかな、高校生か分からんけど男子、あ、修学旅行生かな、男子の5人ぐらいの集団がめっちゃ見てきたんですよ、吉田中又をうちらのことめっちゃ見てきて、もうずっとめっちゃ見てきたけんさ、サラが見られるめっちゃ見られる、しかも写真撮りよるけんさ、多分あの人たちはなんであんな飲み物と自撮りしよるんやろうと思われたんだと思うんですけど、めっちゃ見られてめっちゃ見てくるって時の顔なんですよって時の顔です今日のみんなにそんなあんなツイートをツイートをするほどのするためにあの撮った画像ではないですよっていう写真がたまたま撮れてたってだけですきなぺこさん、あすかさん、ありがとうございます。じゃあそろそろランキングを見たいと思います。あの写真使うか迷ったんや、そう使うか迷ったんやけど使いましたサーピが目立つ、みんな言ってた、あら、ありがとう。じゃランキング見ますね。48位、よしとさん。24位、ゆきあきたさん。13位、いとちゃん。12位、ともゆきさん。11位、ピロシさん。10位、コットさん。9位、しまんちさん。8位、栃木のすーさん。7位、東京特許許可局局長さん。6位、あさかさん。5位、おいでます元気さん。4位、みつるんさん。3位、ゆうちゃん。2位、赤ヘルサンタさん。1位、TK さん。ありがとうございました。それでは本日ありがとうございました。それではバイバーイ。切れるかな。バイバーイ。配信終了ボタンが押せない、いつものごとく、いつものごとく押せん。あ、切れんじゃないか。まあいいや、全然切れんやん。なんやねん。